さあ始まりました、オネスト TV。 と言いますと、今私の目の前には人通りが激しすぎてですね、こんな寄りなんですけれども、まあ僕月刊エグザイルという雑誌でカレーの連載やらせてもらってるぐらいカレー大好きで、その自分がですねカレーにハマるきっかけになったお店、スパイシーカリーロカさんです。早速行ってみましょう。こんにちは。ご無沙汰しております。すいません、どうもどうも、お久しぶりです。香りがすごいんですよ。すいません、ちょっとごめんなさい、特別に今貴重な時間なんですけれども、開店前にお邪魔させていただきます。ちょうど新作作って今 NOW できたところだったんですよ。ナウ、ナウ、ちょっと早速食べてもいいですか。やばい、本当ね、昨日の夜行っていいですかって突然メールさせてもらってきたっていう、この本当に失礼なやつ。何がいいですかね。やっぱりロカプレート久しぶりに食べたいなっていうのはあるんですが、はい、ちょっとこれを味ちょっと見たい。気になりますよ、ね、気になる。ロカプレートでいつものに、はい、さらにこの新作と限定カレーをオプションで、はい、いいですか、付けさせてください。ぜひ1時間半、2時間前ぐらいから起床できるんですか。そうですね、さっき起床開始してしたのか、はい、で今残ってる回が多分2時20分の回です。今から4時間半待ちよ。実はですね、ロカさんとメンバーそれぞれがプロデュースグッズって言ってたんですけど、ちょっとロカさんと一緒にレトルトカレー作りたいって言ってめちゃくちゃ面白いのできたんですよね。すごいのできましたよね。残念ながらツアーは行われなかったんですけど、自粛期間になって家から出なかったじゃないですか、はい、めちゃくちゃそれ食べました。正直すごいのできましたよ。すごいのできましたよね。びっくりしました。あれ本当にカレー好きの人に食べてほしい。来たぜ。久々にじゃあ、いつもラムでちょっと。ラムでね。はい。いただきます。すいません。いただきます。泣ける。うまー。口目からこのスパイスの複雑さ、でもなんかいいかも。すごい朝カレーよりこのスパイスへのこう舌の感覚研ぎ澄まされてるかも。このルーローハンのいろんなこの付け合わせだったりとか、もやしだったりとか卵だったりとか、そこと一緒に食べるとまた全然違くなって、俺このあったかくて辛いものとちょっとやっぱだから福神漬けのカレーに福神漬けが合う理由、ちょっと温度が低くて酸味のあるものが入ってくるとまたスパイスが立つ。うん、うん、まあ、だからここからまず俺は攻めたいんです。ここからまず食べて普通にカレーとして楽しんで、うん、混ぜるとこれもまたうまし。私からも混ぜて召し上がっていくっていうのをお客様にお勧めしてるんですけど、なんか自然とそれを、いやもう最初から混ぜて、うん、全部が混ざり合って。岸辺露伴の登場です。
僕混ぜるっていう感覚あんまりカレーでなかったんですけど、そうなんですね。うん、なんか大阪でツアーで行くと絶対行くカレー屋さんって、はい、それスリランカカレーなんですけど、ロッタグループっていうところなんですけど、はい、大好きです。あ、大好きですか。そのロッタグループさん、あれですね、ドームからも近いんですよ。そう、だから行くんですよ。行きやすいですよ。そう、で、それでロッタグループさん行ったらもうめちゃくちゃ混ぜるんですよ。なんかそうです。それから、あ、混ぜるとうまいんだみたいな。まさに今のスパイスカレーの混ぜて食べる文化、そういうスリランカカレーが結構発祥なんで、うん、まさにロッタグループさんとか走りなんですよ。あ、そうなんだ。ラグループさんが好きって時点でもう相当尖ったカレーなんですよ。もうめっちゃ辛いですし。結構辛いですよね。完全に現地仕様ですから、そこが好きっていうのはもうセミの食べ物。本当ですか。そこさんが作りたてのカレーと、もう一個こちらのラーメンも好きなんで、牛骨でちょっとスープを取った、ちょっとビーフキーマもあるんですよ。牛骨スープで炊いたビーフキーマで、こちらリンゴとナッツの豚バラの辛いカレー。お待たせしました。うん、濃ゆい、この濃ゆいらしいがいい。うん、めっちゃうまい。あ、そして辛い。いい。めちゃくちゃいい辛さ。甘辛みたいな。ね、この辛いんだけど、最初リンゴの酸味と甘みがなんか爽やかなんだけど、その味のグラデーション。今もう辛みが勝って、その途中ぐらい合わさってる時、最高、至福の時間ですね。エンペラータイムスあれ。あ、これいいぞ。癖になるからさ。ね、ラーメンも好きですもんね。そうだそうだ。だってゆりさんのインスタ見てるとラーメンかカレーだもん。うわー。うわぁ、このキーマやばいぞ。キーマってここまでやっぱりこう水分がドロッとこう出てないというか、でも牛骨スープの、だからスープの中にキーマが存在してるみたいな。でも好き、俺はこのちょっとやっぱりなんだろう、サラサラキーマよりこっち好きかも。ほんとそれこそこれで麺食ってもうまそうだもん。絶対合いますよね。合う。麺絡めて、ちょっとジャージャー麺みたいな感じにして、うん、うん、え、3代目はスパイスで例えてくれたんですか。そうなんです、スパイスと、あと食材で例えさせていただいた。わ、ぜひぜひそれちょっと聞きたい。それが、はい、尺の関係で切られてしまったんですけど、うん、ちなみに、僕何ですか。ナオトさんはバターに例えました。おバター。バターです。カレーを作る最初のベースで、うんうん、ナオトさんカレーを支える。あ、めちゃくちゃ嬉しい。カレーにおいてのバターだったんですね、俺は3代目だと。え、ちなみにじゃあ直樹は、直樹さんは人気に。あ、でもいいいいいい。決して一番前に出るって言わない。うん、でも静かに感じが絶対必要ですもんね、人気に ね。なるほどなるほど。立ち位置的にもそんな感じですもんね。センターなんだけどちょっと後ろみたいな。ボーカル2人はどうでしょう。おみさんを塩辛に例えました。なんで色気が、うん、なんかちょっと塩辛の人型のコクとなんか合わさって、うん、なるほど。色気プラスコク。あ、なんかエリスさんの中では塩辛ちょっと色気のある食材ってこと。そうですね。ちょっとこのレベルまでまだ俺いけてない。塩辛を色気の目線で見たことないから。リュウジは、そうですね、普通の、その時使ったカレーはレトルトカレーのアレンジカレーなんですけど、はいはいはい、レトルトカレー自体おお、なるほど。はい、その、うん、やっぱ歌の旋律で、うん、メロディーラインをこう作っていくみたいな感じで、はい、
ベースみたいな。ほう、エリーは、エリーさんが一番力強さと、うん、あとやっぱちょっと色気っていう、色気ね、はい、ありますね。ポテトチップス、なるほど、パンキッシュ、うんうん、なんかエリー、エリー自身も多分好きだしで、あとはケンジロウ、ケンジロウさんがカレーライスのお米ですよ。米なんだこうなんか受け止める側みたいな。確かに俺もケンジロウカレーライスの中で例えるにはライスかも。本当ですか、みんなを、まあいろいろこうスパイスの効いた強い食材たちを全部受け止めてくれるんだ。うんうん、じゃあ最後ガンちゃん、ガンちゃんなんですけど、めっちゃ申し訳ないのに、あのご飯ですよ使ったんです。岩のりなんで岩だけでガンちゃん最後急に浅くなった最後急に名前のダジャレそう、ダジャレで岩のりでガンちゃんでしたよ。なるほど、最後そうか、ご飯ですよその時使ったから、はい、ガンちゃんで岩のりだったんだ。岩のりだったんですまあだって岩田貴則ですから、略したら岩のりですから、はい、っていう話をしながらも完食ですわ。マジでうまい。そして締めにこの、これ上にかかってるスパイスが何でしたっけ。カルダモンです。カルダモンか。ドリンクにもスパイス使って、やっぱりスパイスカレー屋らしく。いやすごい、カルダモンめちゃくちゃ合う最後に飲むと本当にお口直しって感じですよね、うん、さっぱり、さっぱり。いやごちそうさまでした。ありがとうございました。なんかもう忙しいタイミングに、ありがとうございました。じゃあ行きますか。だってもうオープンだもん長居したらまずいよすいません、すいません、ありがとうございました。ありがとう。ロコさん今日もごちそうさまでした。